はい、こんにちは、ちずちゃです。今回はレアな装飾品がザクザク入手できるめちゃめちゃ美味しいクエスト、我が名はボルガノス。このクエストを楽して周回するための装備3つご紹介したいと思います。1つ目が今着ているガンランス装備です。報酬枠が増えるスキルアステラの祝福強運をつけて4分台から5分台での捕獲が安定します。ただしこの装備に関しては装飾品がそこそこ必要です。なので2つ目は強運は発動しませんが4分から5分台で安定するレア装飾品が心眼だけでいいバージョンご紹介したいと思います。そして最後3つ目がライトボウガン装備です。5分から6分台で安定しレアな装飾品が1つも必要ありません。ということで実践やっていきます。どの装備も操作は非常に簡単なので街灯の武器を使ったことないという方でも安定して楽に狩ることができます。にょっ、ガンランスに関しては本当に簡単で三角丸三角丸をボルガノスに向けて繰り返すだけです。もうひたすら三角丸三角丸を繰り返していくのみになります。ちなみに猫飯に関しましては猫の攻撃術が発動しております。猫の攻撃術が発動すると砲術の威力が 1.1 倍になります。このスキル発動しなければいけないってわけではないんですが、まあ、あると攻撃の威力が上がりますのでよかったら試してみてください。花火師4で発動します。このガンランスの砲撃は肉質を無視した固定ダメージなので本当にどこでもいいです。どこでもいいのでとりあえず当てればいいという感じなのでめちゃめちゃ簡単です。プレイヤースキル一切必要ありません。もちろん月に関しては柔らかいところの方がダメージは入りますがあんまりそこまで月に関しては気にしなくても大丈夫です。で切れ味が緑までなりましたがこれもねあんまり気にしなくていいです。砲撃に関しましては黄色になったらちょっとダメージ減るんですけど緑まではよっと関係なく、うん、痩せた。ダメージが関係ありませんのでご安心いただければなと思います。潜っちゃいましたね。研ぎます。砥石高速化を積んでるのでいつでも研ぐことができます。よいしょ、潜った時とかにね合わせて、あ、しまった。研いでいただければなと思います。見ての通り私ガンランスにわかなのでによっとプレイヤースキルはかなりおぼつかないですがそれでももう全然攻撃を続けることによってダメージを与えかつ回復カスタムもしてますので勝手に回復をしていきます。よいしょ、ほんと非常に簡単です。ちょっと今更なんですが強運って我が名はボルガノスの装飾品に関係あったりするんですかね。体感、あくまで体感は関係あるかなと思うんですがここら辺はちょっとわからないです。よっ、多分もうそろそろじゃないかなと思うんですけどどうですかね。よいしょ、今閃光がついてるのでわかんないんですがまだ心電図は暴れてますね。よっ、そろそろ心電図が禁止になるのではないかなと思ってるんですけどまだかな。ボルガノス結構心電図がね見づらいんですよね意外とね。よいしょ、お、これは捕まえれるのでは。お疲れ様です。なかなか早かったんじゃないでしょうかねっか。お供装備は足止めの虫かごで武器はバルキンです。今回は寝ませんでしたね。4分10秒そこそこ早いです。そして強運が発動してるからかわからないですが3、4、5、6、風化が6と古びたが2です。これはなかなか美味しい。さあ来い攻撃銃。なんか怪しい雰囲気にないか。
しかし早く狩ることはできます。装備ご紹介します。まず武器からご紹介します。私が今回使用しましたのはマムタルトさんの鑑定武器、金色の重曹爆輪です。砲撃タイプが拡散型で砲撃レベルが4になってます。なんですけどこのガンランスでなくとも砲撃タイプが拡散で砲撃レベルが4であれば正直何のガンランスでも大丈夫です。この抗菌の重曹爆輪とか、あと抗菌の重曹水とか、あとはガイラバスターの爆輪もそうですよね。拡散型のレベル4です。あとガイラバスターの水もそうですよね。ガイラバスターの水は無撃も乗せることができます。そして鑑定武器お持ちじゃないという方はこちら、ナナテスカトリの素材とゼノジーバの素材で作成できる生産武器、エンプレスハウルメイトです。攻撃レベルはレベル3と落ちてしまいますが、装備スキル技物が発動しますのでしばらく白ゲージで戦うことができます。火力だけで考えれば抗菌水か、無撃を乗せたガイラバスター水かなと思うんですが、カスタムが3回できる分回復能力が強い金色の重曹爆輪もなかなか良いのではないでしょうか。それではスキルご紹介いたします。今回装飾品の報酬で関係あるかどうかは定かではないですが、体感増えてる気がする。アステラの祝福強運です。そしてスキル構成はこんな感じになっております。そして装飾品結構必要です。強壁1、侵害1、体力3、鉄壁3、研磨3、爆破3、増弾1です。正直鉄壁術と強壁術に関してはソロの場合はないならないでいいと思います。マルチの場合は必ずつけて対象順もつけていかないといけないんですけど、私のプレイを見ていただいても分かるように1回もガードせずに総意頼みで戦ったので、ソロだとまあなくてもいいんじゃないかなとも思います。あと増弾時もないと砲撃がね2個になっちゃうんで DPS 時間あたりのダメージ量は下がりますが戦いはします。なのでこの装備で必須なのは心眼だけです。続きまして、さすがにガード強化とガード性能は欲しいよ、砲弾装填数も外せない、でも心眼銃しか持ってないんだよなという方向けの装備になっております。残念ながら強運は発動しません。装飾品です。心眼体力3、治癒3、鉄壁1です。鉄壁は夏のログインボーナスで皆さんもらってると思いますので一つはお持ちだと思います。もしお持ちじゃないとか最近モンハンワールド始めたから持ってないよっていう方は、鉄壁つけてなくてもガード性能2あれば、ちょっと後ろに下がりますが普通にガードはできますんでご安心ください。続きまして、心眼銃持ってないよという方向けのライトボウガン装備です。まずは実戦からご覧ください。ライトボウガン、マムタロトさんの鑑定武器の水が速射できる抗菌のライトボウガンがあればフルドレス装備で装飾品詰めて組めるんですけど、私ねそれ持ってないんですよなので今回はエンプレスシェルメイトでフルドレスじゃなく着てます。ただ火力ややり方は同じなのでそこはご安心いただければなと思います。それでは初心者向けの非常に簡単な手順ご紹介します。まず睡眠弾レベル2を2発撃って、ボルガノスがこちらを向いたら3発目撃ちます。そして喉元あたりに起爆榴弾を3発設置して、頭の先にオータル爆弾 G を置きます。もう一つ置きます。そして置いたオータル爆弾 G に向けて通常弾を撃ちます。撃った後に睡眠弾レベル2ボルガノスに5発撃ち込みます。そして睡眠モーション中に起爆榴弾を爆発させます。そしてまたオータル爆弾 G を調合しておきます。そして通常弾レベル1でまた爆発させて水冷弾に持ち替えて頭を打ちます。これで壊れるはず、壊れましたね。頭を壊すことに成功しました。この作業がなぜ必要かと言いますと、ちょっとややこしいボルガノスの肉質のお話になります。前知識として知っておいていただきたいんですけど、歴戦のハンターさんはご存知かと思いますが、弱点特攻というスキル、このスキル肉質が45以上の部位で発動するスキルです。で、
ボルガノスの肉質非常に硬いんですよね。とはいえ赤くなってる時は頭と胴と尻尾が弱点特攻が入ります。なんですけど冷えるとどこにも弱点特攻が入るどころかほとんどダメージが通らなくなっちゃうんですよね。なんですけど壊れるとまたちょっと柔らかくなるんです。部位が壊れるとちょっと肉質が柔らかくなります。でダメージも入るんですけど弱点特攻が今度は入らなくなるんですよ。なのであくまで理想で言うと赤い時に頭を打って壊れたら赤くなってる胴を打ってそしてまた壊れたら赤くなってる尻尾を打ってっていうのが理想ですし早いです。これは間違いないんですけど、まあ、途中で冷えてしまったりとか、まあ、壊れた部位に回せるのも大変だなみたいないろいろ狙うのも大変だな動きに左右されるなっていうことがあるので、まあ、マルチで拘束してとかなら全然ありですし上手い人だったらずっとできると思うんですけどソロだと波のプレイヤースキルだと安定しないんですよ。なので先ほどの開幕の睡眠爆破の手順を踏むことで確実に頭を破壊してあったかい冷たいに関わらずちょっと柔らかめの肉質にしていつでも頭を狙えるということにすることでめちゃめちゃタイムが安定します。もちろん狙えるときは赤くなってる場所を狙っちゃって大丈夫です。いつでも頭に打てる水属性35は確実に当てることができるっていうのがこの手順の強みです。ただもちろん最速ではありません。簡単なだけです。よっ、あー移動か落とし穴入るかな、入んない、ぐぬぬ、きっちり落とし物拾っていきます。ただボルガノスの落とし物ってそんなに美味しい感じしませんよね。ボルガノス報酬が美味しいから別に落とし物そこまで拾わなくてもいいかなと思っちゃってます。どうなんでしょうか。まあでも風化したもたまに出るんであるなら拾って損はないですよね。おっと怖いやっぱりガンランスに比べるとよいしょかなり安定を取ってしまってるので時間はかかりますね。まあ、こういう時はこう頭じゃなくて胸とか尻尾を狙っちゃっても大丈夫です。めっちゃダメージあります。いいよ、そろそろかな。下の心電図が分かりづらいんですよね。よくおとなしくなっちゃうので、あ、引きずりました。捕まえちゃいましょう。だいたいいつも5分から6分、まあ、6分台7分はいかないかなっていう感じで安定はします。よっ、よいしょ、お疲れ様です。お疲れ様です。ガストドンさん、ガストドンさん、お、結構時間かかっちゃいましたね。強運はついてませんが風化は5個手に入りました。なかなか美味しい。そしていいのあるかな。お、3段ありましたね。無傷。やっぱ装飾品美味しいな。それでは装備ご紹介いたします。こちらナナテスカトリとゼノジーバの素材で作成できるエンプレスシェルメイトです。カスタム強化は会心率強化を採用しております。今回撃つ弾は睡眠弾レベル2と水冷弾のみになってます。捕獲用麻酔弾も撃っても大丈夫です。強化パーツは反動抑制パーツを3つ採用してます。シリーズスキルは下流の攻撃快進撃属性を採用しスキル構成はこんな感じになってます。弱点特攻は先ほどの理由で不採用です。装飾品です。爆死流水さん、達人さん、体力さん、渾身2です。この中でレアなのはこの渾身2つだと思うんですが渾身に関してはなければないで大丈夫です。今週はレアだと言ってもそこそこ出るレアなので
ボルガノス回ってたら多分何個か入手できると思うんですよ。入手できるまでは挑戦獣とかなんか適当なものに変えていただいて大丈夫です。ということで今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。私もパソコン版の方は装飾品が揃ってないので頑張ってボルガノスガンガン回そうかなと思います。非常に美味しいクエストなのでこの機会にぜひ装飾品集めてみてください。励みになりますのでチャンネルの登録と高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。